今回紹介するのはグラビアアイドルの吹雪きさん。1999年4月5日生まれ、大阪府出身、吹雪きさんは20歳の時に就職を機に上京し、3年ほど社会人として働きながら2021年2月から芸能活動を始めました。はじめはウェディングドレスのモデルなどのアルバイトを副業として活動していた吹雪きさんですが、グラビアアイドルに興味がある。 と自分から事務所の社長に伝えグラビアアイドルとしての道を歩み始めたのですそして2022年にグラビアアイドルとしてデビュー身長 167cm バスト100ウエスト63ヒップ95のホーマンボディがガシラ2時50分の目に止まり映画チャンネルに出演するなどデビュー直後から話題が絶えませんでしたそんな吹雪きさんの趣味はサウナに行ったり 筋トレをすること。エガちゃんが大絶賛するアイカップのボディと、引き締まったウエストを維持するために、毎週市民プールに通っているそうです。吹雪 K さんのようなアイカップで、美人の女性が市民プールにいたら目が離せませんよね。2022年2月25日に発売した降臨を皮切りに、同年5月27日に降臨に、8月31日に羊卵などのイメージビデオを数々発売しています。 2022年11月7日には「週刊プレイボーイ」新世代グラドルボイン番ン付2022年秋場所で東の横綱と選出され今後の活躍が期待されている新人グラビアアイドルの一人です2022年11月25日にはイメージビデオ「Sweet&Spicy」の発売を控えているためバスト100のォーマンィを目に焼き付けたい方は見逃せないでしょうまた 吹雪きさんの TikTok ではイメージビデオで見ることのできないオフの吹雪きさんを見ることができますお酒を飲む姿やぬいぐるみに抱きつく可愛い一面も2022年からグラビアアイドルとしてデビューしたばかりですが今後の目標として大好きな小池栄子さんみたいに幅広いジャンルで活躍できたらと語る吹雪きさん新人グラビアアイドルとしては話題の尽きない吹雪きさんは 今後の活躍にも期待できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、話題の女優やアイドル、モデルなどを厳選して紹介しています。よろしければチャンネル登録お願いいたします。